はい、こんにちは、こんばんは。今回はちょっと物理のお話をしたいと思います。最近ちょっとね、三角関数のいろいろと、グラフに関してとかいろんな話をしたんですけども、この三角関数というのが物理ではもう、とても重要な役割を持ってるわけね。三角関数は必須。まあ、今回はサイン、コサインは登場しませんけれども、弧度法が分かってないと、もうさっぱり意味が分かんないはずなんです。ね、でまあよくね物理ってなんかたくさん公式を覚えてそこに数値代入すれば答えが出るという安易な、まあそういうふうに過去にそんなこと言って物理が全然面白くないっていうふうに言った子がいたんですけどもね。どうなんですかね。まあそのレベルしか、その程度の問題しか解いてない人はそう思うのかもしれない。やっぱりね、物理はね、物理はこういう公式そのものを自分の手で導き出すところに喜びを見出してほしいと思いますね。はい、さあ、いろいろな公式出てきますね。公式がいっぱいね出てくるんですけども、さあ、ここにまああのとある問題集のまとめのところをね、ちょっとそのままお借りしまして、ちょっと自分でね書き起こしたんですけどね。さあ、でこの等速円運動ってやつです。等速というのは速さが常に等しいね。そして円運動、直線運動っていうのを前習いましたけども、円運動ですね。等速円運動で、実はね、これは今速さが等しいと、速さが一定であるという言い方をしましたけども、速度は実は全然違うんですよ。変わる、常に変化してるんです。速度は、その速度と速さの違いっていうのは、速度には向きを考慮しなくちゃいけない。だからこの瞬間は今こういうふうに速度があるんだけど、速度がこんな向きなんだけども、その次の瞬間、今度はね少し左側というかね、こうちょっと変わるんですよね。向きが接線方向に速度が常に発生するというかね、まあそういうことになるから、速度は常に変化しています、ね。そういうとこちょっと意識しておいてくださいね。さあ、物理量、記号、単位ということで、半径は R メートルね。速度に関しては、速さというふうに言っておきましょうか。速さ V はメートル毎秒という単位。このメートル毎秒、この毎秒という読み方、誰が考えたか知らないけど、すごいなと思って、日本語ならではですね。だから読み方を変えると、毎秒 V メートル進むんだよという、そういう意味です。ね。毎秒、1秒間でってことよね。1秒間で V メートル進むという、そういう単位なんですよね、これ。で、角速度が登場します。角速度というのは今度は毎秒オメガラジアン。ね。はい、ここでラジアンが登場するんだ。つまり、弧度法なんですよ。ね。だから、1年生でこの等速円運動をやると、おそらく死にますね、これ。だって、弧度法なんて2年の数2ですからね。数2で勉強するテーマですから。こんなのなしで、いきなり物理で、ラジアン登場してもさっぱりわけわからん、わけわかめって昔言ってたけど、ね、そんなことになっちゃうと思います。ねえ、本当にね、物理と数学の連携が全然できてない。高校のこのカリキュラムってやつ。ね、大問題だと思うんだけどね。はい、角速度。ね、いいですか？毎秒オメガラジアン進むんだよと。角に着目するんだね。はい、次、周期。周期っていうのは、まあ、t 秒。ね、t 秒です。一周するのにかかる時間です。ね、一周にかかる、時間というのが周期です。次、回転数というのは、ここにね、こんな単位に書いてみました。N 回毎秒。ね、もうわかるよね。毎秒 N 回回転するという意味だ。ね、ここ。1秒間で3回だったら、ね、これ 3Hz になるわけ。ね、そんなふうな意味で、実はこの、あとでまた話をしますけども、周期と回転数というのは、お互いにこれ逆数の関係なんです。まあ、ちょっとこの辺についてはもう解説なしにしようかな。この逆数、なぜこの逆数の関係なのかっていうことは自分で考えてもらおうか。ね。はい、ということなんですけども、それ、まあ、それに伴って、で、等速円運動に関しては、いろんな公式が出てきます。いろんな公式。ね、V イコール R オメガ。で、こっからスタート。これはもう絶対に覚えておいてね。ね、いちいち最初からやってると、最初から全部自分で導き出してると時間かかっちゃうから、もう最低でも V イコール R オメガぐらいは覚えましょうね。で、そして A は加速度です。加速度、
加速度というのは速度の変化率です。わかるかな、変化率という言葉。これ数人の微分のところで初めて登場する言葉だけどもね、加速度というのは速度の変化率がなぜかこんな式になるとね、こういう式になる。なんで2つあるのかな、ね、こっちもね、力に関して、力ってのはこの場合力は何かというと、円運動をしている物体に働く力というのは実は向心力なんですよね。向心力、円の中心に向かうこの力、この向心力の、向心力のおかげというか向心力のせいでね、まっすぐ進みたいのにこっち左側に引っ張られちゃうからこうカーブしちゃうとね、まっすぐ進みたいんだよ俺は、俺はまっすぐ進みたいんだとか思ってんだけど、なんかちょっとずれていくと左に左に左に引っ張られてね、中心の方向に向かって引っ張られるから、こうやってちょっとずつこうずれ、軌道がずれていってね、まっすぐ進みたいのにねと思ったら一周しちゃったってこと、この一周するのに T 秒かかるよという、そういう話だな。はい、 F、 この F というのは向心力ですね。ま、遠心力も向心力もまあ基本的に式変わらないんだけど、まあいろいろとね、使い分けをするんですよね。さあ、次です。T イコール、ね、これ一周するのにかかる時間。どう？これ、わかるかな？なんでこんな式になるか。ね。これ、いわゆる、ミーハー G なんです、これ。覚えてる？小学校からずっと使ってるでしょ？ミーハー G、 時間、 T は時間ですからね、時間。一周って距離いくらですか？一周の長さは 2πr ですよね。一周、円周の長さは 2πr ですね。だから道のりね、距離が 2πr で、それを V、 速度 V でね、駆け抜けていくわけだからね。だからミーハー G、 つまり時間は速さ分の道のり、はい、V 分の 2πr というふうな感じで、これ意外とね、なんかね、覚えにくそうにも、文字がたくさんあるから覚えにくそうな感じがするんですけど、もう単純に円周の長さを速さで割ったものですね。ミハジです。はい、ミハジ知らない人いる？多分いないと思うんだけど、ね、で、で問題はね、ここに、ここからなぜか A イコールで2つ出てきて、 F イコールでまた2つ出てきて、 T イコールでまた2つ、 N イコールでまた2つ。あ、その前に言っとかなきゃね。これね、逆数だからね。さっき、ここで言いました。周期と回転数は、お互いに逆数の関係だということね。で、なんでこんな2つあるんかっていうと、実は単純な理由です。ね、こちらは V、こちらはオメガ。つまり、この V とオメガ、同じ速度を表す、ね、文字なんですけども、ね、同じ速度を表す文字なんですけども、V とオメガの2種類があるから、ね、V で表せばこうなる。オメガで表せばこうなる、ね、ここにもそうです。 V とオメガが出てくる、ね、全部そう、全部、あ、全部かね、 V とオメガで、ここも V とオメガが出てくる。で、そのまあ覚え方というか考え方というか、まあ単純な話です、ね、V イコール R オメガですから、ここの V のところに代入しちゃえば、ね、代入するとどうです？ R 分のV2 乗ですよ。V2 乗ってことは R2 乗、オメガの2乗。ということは R が1個消えますから、R オメガの2乗と。ね。そんな感じになると。どうですか？こちらも同じだよ。これも V イコール R オメガ。ね。代入するとこうなる。ね。これ全部そう。全部そうなんだけど。結局、もう一番大事な式といえば、この V イコール R オメガなんですよ。もうこれはね、絶対に覚えておいてほしい。でないとやっぱ効率が悪すぎる。ね。ねえ、どこを覚えて、どこを自分で導くかっていうのは、ある程度ね、自分で決めた方がいいと思う。ね。これは絶対覚えとこう。ね。さあ、では次なんですけども、うん、次というか、もう一番、じゃあ一番簡単な、肝心要の V イコール R オメガってなんでそうなるのかっていうこと。ね。いいですか？さあ、どうしようかな。ここでスタートします。ここから物体がスタートしますね。当然速度は V ですね。接線方向だからね、速度っていうのは接線の方、まっすぐスタートするんだけど、こっち内側に引っ張られていくからこういうふうに曲がっちゃうんで、ね、そういうふうにさっきぐるっと、ね、曲がってで一周しちゃったっていう話したけども、結局スタートしてからずっと V はね、速さは
一定なんです、ね、ただ向きが変わる、常に向きが変わるっていう、そこだけがちょっ と, あのしっかり分かっておいてほしい、ね、さあ、速さ V で演習場を走ります、ね、こう、T 秒後にしようか。ここがまあ T 秒後だとすると、さてどんな式になる、V ね、 V というのがあの移動距離、移動距離ってこの場合はカーブしてるから弧の長さね、弧の長さが距離です、ね、これをちょっと L かなんかにしようかな。ちょっと待てよ、ペンが、うん、赤字かね、この移動距離ですよ、これ移動距離、これまあ一応 L にしておきましょうね。 L ね、さっきのミハジ使ってもいいんだよ。速さは時間分の道のりですからね、道のりが L で、時間は今 T 秒にしましたか、こんな感じですね。さあその次なんですけども、ここであの L イコール R シータっていう弧度法の基本公式をちゃんと使える人はいいんですけど、どうかな、 L イコール R シータって覚えてますか、弧度法、数学のね、数理の三角関数の最初に出てくる弧度法の話ね。で、まあ、それもしも、うん、まあ、そのまま書こうか、とりあえず、とりあえず書いちゃおうか。 R シータね、 L イコール R シータで、そして T ね、でこんなふうに変形できるわけですよ。でそうすると次に何が分かるかというと、今度は進んだ角、ね、こんだけ角こんだけ進んでるわけだから、ね、進んだ角をその時間で割ったものって、実はこれが角速度なわけだ。ね、シーター毎秒、あ、ラジアン毎秒だ、ね、ラジアン毎秒という単位になるわけね。これオメガです、こいつが。ということはもう、ね、別に、なんてことはないんだけど、ちょっとなんか色がぐちゃぐちゃだね。真っ黒に戻そう。で、そうすると、R オメガっていうことになるわけ。ね。V イコール R オメガ。ね。で、もしも、この L イコール R シータ、ああ、どうだったかなっていう人、まあ、それじゃ困るんだけど、L イコール R シータどうやって求めるかっていうと、ね、L っていうのは実は弧の長さっていうのは円周に対して、円周 2πr に対して、はい、小学校中学校でずっとやってきたのが360分の中心角、ね、今は弧度法ですから 2π 分の θ ということで、はい、2π が消える、こんな簡単な理屈なんですよ、ね、ですから数学やっぱりきちんとやってないと、円運動、この後単振動をやりますけど、今日はやりませんけど、ね、次回単振動をやりますけど、その時もう単振動はもう三角関数オンパレードですからね。ね、まあそういうところもちょっとね、数学と絡めて、ね、勉強してみてほしいと思います。ね、ということです。はい、V イコール R オメガ解決しました。で、V イコール R オメガね。さあ次なんです。これが問題だ。この加速度。この加速度が、これ、数三まで全部勉強済んじゃえばね、数三まで済むと V を微分すると A になるっていう、そういうこと学ぶんですよ、実は。学ぶんですけども、今1年生とか2年生の段階でそれは無理ですからね。まあそれなりの方法っていうのがちゃんとありましてね、加速度 A というのは、速さの変化量って分かりますか、まあ、速度か、ごめん、速度だな、速度の変化量っていうのがあるんですけど、これ変化量をデルタという記号で表します、ね、変化量をそのかかった時間で割ったもの、ねね、V の変化量という意味、え、 V って言ってじゃないのって思った人、うん、最初に戻った方がいいかもしれんね、それにかかった時間ね、V ってのがね、速さと見るか速度と見るか、かかった時間ね、ここでは今あの V 速度の変化量、うん、ちょっと僕も説明の時にちょっと間違って言うかもしれないけど、速度の変化量ね、速さは変わらないんだけど、速度は変わるんです、向きが変わるからね、こういうふうに計算します。で問題はその
この変化する、ね、速度の様子っていうのを調べなくちゃいけない。でそこで登場するのが、ちょっと待てよ、ペンがもう色がなくなってきたぞ。よし、緑登場だ、ね、いきます。少し回転しましたね、わずかながら回転しました。この回転角をさっきの変化量デルタってやつを使って、デルタシータとでも書いておきましょうかね。この角度がこんだけ進みましたよ、デルタシータ進みましたとね。その後速度はどうなるかというと、これに対して垂直ね、垂直になるかも、こんなもんかな、こんな感じですかね。こんな感じですね。で、あくまでも、あ、ちょっともう少し長いかな。これとこれは、長さは同じです。ね。大きさは同じ。これね、数学 C のベクトルなんですよ。ベクトル。ベクトル習ってないのに、こんなもん理解できるかよっていうのが僕の、ね、ちょっとね、こういう、高校の数学と物理のこの、何、コンビネーションっていうのかな。これがね、うまくいってないんですよね。どこの学校もおそらく。中高一貫はどうか知らないけど、普通の公立高校だともうぐちゃぐちゃです。さあ、この V。ね。V があって、それが次の瞬間、まあわずかに回転すると、ちょっと向きが変わる。でも大きさ同じ。ね。大きさ同じってことで、この長さを同じにしとくわけ。ね。で、そしてこの角度。ここの中心角が少し変化すれば、向きもそれだけ同じように変化すると。でこれもね、変化するはずですよね。でここにまあ二等辺三角形のような形にはなるんですけども、これがね、この2つの変化を表すのが、うんと赤にしようか、これが速度の変化量になるわけ。こっち向きがこっち向きになった。こっち向きがこっち向きになった。だから、こっち向いて、ね、変化したっていう、そういう感覚で覚えておいてもらっていいと思います。ね。で、そうすると、この形が、今一応二等辺三角形になってるんですけど、もう一瞬だから、弧の長さと同じと考えている。ね。弦ではなく、弧の長さと。ね。だから、このデルタ V。ね、この長さが、さっきの、これ使うんですよ、これ。この方で、ね、ここが、こっち V だな。まあ、半径と関係ないからね。今度は V。ね、大きさが V。ね、それがちょっと回転したっていうふうな考え方をすれば、デルタ V イコール、デルタ V が、イコール、V デルタシータ。ここね。こうなるわけだ。ね、さっきからこの、デルタ使ってるけど、ね、ほんの少し移動することによって、ほんの少し向きが変わって、そのほんの少しの間に、これだけ加速するということ。どうかな？ここね、ベクトルはやっぱしね、もっと早く、もっと数学 C なんかじゃなくって、もうベクトルまで全部やった後で物理をやってもらった方が、絶対効率よく勉強できると思ってるんですけど、ね、さ、で、その次です。何するかっていうと、はい、さっきと同じ。ね、さっきと同じ。ほんのわずかの時間の間にこんだけの角度が変化しました。ということで、これ同じ意味で、これオメガなわけだ。ね、オメガ。どうだろう。ね、ということは、V オメガ。ね、V オメガ。V って、R オメガでしょ？で、さらにオメガかけるから2乗になると。はい、R オメガ2乗。で、そこからさらに、オメガ。これ、オメガイコール R 分の V ですから、ね、オメガは R 分の V ですから、R かけ、これを2乗してかけてやれば、で、そうすると V の2乗で1個消えて、ね、これが V、R、R が1個残ってね、ごめん、R の2乗だ。R の2乗の、これ R で約分して、1個消えて、で、V の2乗が残ると。こんな感じです。ね。まあ、定期テストぐらいだったら、前の日に公式を丸暗記して、で、それで問題解く練習だけは一応やっといてね。
問題解く練習だけはしっかりやっといて、あとはもう公式丸暗記でなんとか乗り切れるんですけど、その知識がきちんと定着できるかどうかは、この辺の計算をやったことがある人とない人では全然違ってきます。ね。ちょ、ここに書いとこうか。ね。どれでいこう。うん、これでいいや。ね。デルタ V。イコール、これ半径 V の円だと思えば、円の一部。ね。V。デルタシータというこれね、まあ、こっからここ、こっからここか、こっからここのところにこれが入ってきたわけね。いいかな。で終了です。で、実はこの式とこの式はとても簡単で、どれにしよう、これにしようか。この3つとこの3つ、実はめっちゃ簡単で、これ両辺に M をかけるだけなんですよ。ね。両辺に。両辺というか3つあるけどね。3つあるんだけど、M をかけてやると、はい、MA。MA。つまり、運動方程式で MA っていうのは F でした。ね。で、これも MV2 乗。はい、MM かけてます。ね。これも MR オメガ2乗になります。だから、運動方程式に従って、MA イコール F でしたね。だから、こういうのを使って、ね、MM をかけてやると、もう全部3つともきちんと変形がパンパンパンとくるわけ。ね、さあ、で、さらにこれですね。さっき、もう最初に話をしたけども、ミーハー G を使えば、周期というのは1周の距離。それを速さで割ったもの。ね、で1周の角度。ね、それを角速度で割ったものということで、これ実は簡単なんですよ、ね、さあどうだったでしょうか、今日は等速円運動に関するいろいろな公式、ね、そういう関係式っていうのを取り上げてみましたけども、やっぱりね、こういう図をね、自分で書いてみてください。教科書にも図が載ってるんです。眺めてるだけじゃなくって、実際に手で、自分の手で書いてみてください、ね、いいですか。教科書しっかり読んでよ。読むイコール書くだからね。ね、読むっていうのは書いて覚える、書いて考えて覚えるっていう、そこまでをひっくるめて読むっていうふうに理解してください。ね。はい。それじゃあね、まあ、今回はこのぐらいにしておきます。次回、パート2ということで、今度は等速円運動の考え方から単振動へと式を変えていきます。それはまあ次回のお楽しみということで、まあチェックしてみてくださいね。はい。それじゃあ終わります。さよなら。バイバイ。